東京のとある町にサッカーを愛する一人の男の子がいた。男の子の名は大空翼。まったく、サッカーボールさえあれば機嫌がいいんだからな。ん？おい、翼は？あら、さっきまでそこに。翼！10年後。翼、どこ行ったの？こっち手伝ってちょうだい。お母さん、ちょっと街見てくるね。11歳となった翼は静岡県南葛市にいた。本当に奇跡だったわ。車にはねられた瞬間も、道路に叩きつけられた時も、サッカーボールがクッション代わりになってかすり傷一つなかったんだから。翼はまるでサッカーをやるためだけに生まれてきたのね、あの子は。全国大会ナンバーワンの座にも輝いた修鉄商サッカー部所属、若林源三。俺はペナルティエリアの外からならどんなボールでも防げる自信がある。彼はその言葉通り、あらゆるボールからゴールを守る天才ゴールキーパーだった。初めて見た、こんなすごいゴールキーパー。若林の圧倒的な実力を目の当たりにした翼は、勝負を挑むため挑戦状を叩きつける。いけー。翼が蹴ったボールは遥か遠くの若林の家へ。その後、若林はボールを蹴った翼を見つける。ふざけるな！そのチビのどこにあのキック力を出せる力があるんだ！若林が顔を狙い蹴ったボールを見事受け止め、返そうとする翼。そこにバスが。挑戦受けてもらうよ。お前が大空翼。こうして2人の天才サッカー少年、大空翼と若林源三は出会ったのだった。南葛商対修鉄商の対抗戦。修鉄商の秘策鳥籠に苦戦を強いられる南葛商イレブン。石崎の活躍により鳥籠を打ち破り、試合を延長戦にもつれ込ませるも、石崎本人は足を負傷してしまう。怪我をした石崎に代わり、南葛イレブンに加わったのは突然現れた一人の少年。僕は三崎太郎。放浪の画家を父に持ち、幼い頃から転校を繰り返してきた三崎は、今日南葛商に転校してきたばかりである。うまい。翼にも負けず劣らずの卓越したテクニックを持つ美咲。よろしくね翼くん。うん、よろしく美咲くん。延長戦開始直後から息の合ったプレーを見せる翼と美咲。すごいや美咲くん、何も言わなくても目で僕の考えが分かるんだね。翼くん、君だって。しかし修鉄商を率いる天才ゴールキーパー若林はやはり強敵だった。翼との勝負というこだわりを捨て、チームキャプテンとして勝利を目指す若林は自らシュートを決め、再びリードを奪う。
僕が入ったから負けたなんて絶対言わせないぞ。延長後半、美咲はその言葉通り見事翼をアシストする大活躍を見せ、若林からゴールを奪い、またも同点へ。試合は同点引き分けで終了。これが大空翼と美咲たる、後にゴールデンコンビと呼ばれる二人の出会いとなったのであった。さあ、いよいよ始まります全国中学生サッカー大会。昨日沖縄では台風の被害もあった模様ですが、こちらは本日の開会式にふさわしい晴天。8月の灼熱の太陽がグラウンドに照りつけています。各都道府県大会を勝ち抜いた精鋭47チームが深紅の大優勝旗を目指して、これより熱戦を繰り広げるのです。秋田県代表花輪中、橘、正雄、和夫。あの優勝旗、今年は俺たちがいただくぜ。そうともよ。大阪府代表東一中、相田誠。長崎県代表平戸中、慈瞳浩。心配せんでも、あれはわしらの問題。北海道代表富良野中、松山光。今年こそあの優勝旗を北海道に持ち帰るぞ。なあみんな。誰にも渡さない。あの優勝旗は大会最終日、もう一度俺が手にするんだ。おい、東方を見てみろよ。ヒューガがいないぜ。ヒューガさん。それにしてもついてないぜ、このトーナメントの組み合わせはよ。順当に行けば決勝の東方戦まで全て強敵揃いじゃねえか。でも一度負けたらそこで終わりのトーナメント戦。そう、どっちにしろ戦う相手全てを倒さない限り優勝はないんだ。そう考えればどこに当たろうと同じことよ。まあそりゃそうだけど、しかしみんな燃えてるじゃんか。当たり前よ。俺たち3年生はこれが最後の大会、一度だって負けてたまるかってんだ。そうだみんな、その意気だ。東一中は守りのチームだ。大阪府大会も失点ゼロで勝ち抜いている。その守りの主力は相田誠。関西ではエースキラーの相田と呼ばれているらしい。必ず相手チームのエースのマークにつき、ボールだろうと足だろうととにかく止めに来る。この試合相田は翼のマークに来るに違いない。気をつけるんだぞ。はい。よし、まずこの初戦を取るぞ。また優勝やったるぜ。ああ V3 だ。いいか、なんといっても南葛は大空翼だ。あいつさえ抑えればあとはどうにかなるさ。ってことはつまり、大空翼を抑えられる俺がいるこっちが勝つってことだ。この大観衆の前で南葛を倒してやろうぜ。ああ、さあ開会式も終わり、早くも1回戦。前回優勝の静岡南葛中と大会初出場の大阪東一中の対戦が間もなく開始されます。開会式を終えた各出場チームのほとんどがここに残り、この試合を観戦する模様です。大会3連覇がかかる南葛はそれだけ注目度が高いということでしょう。石崎、
あ、約束通り応援に来たぜ。おー、浦部たちだ。絶対優勝しろよ。優勝しなかったら承知しないからな。任しとけ。おい、てめえら浮かれてるんじゃねえよ。何？前回前々回チャンピオンだからってうだうだしてるんじゃねえ。さっさと試合の準備しろってんだ。お前が大空翼か。じゃあ実際に見てみっと大してでかくねえな。あんたのマークは俺がするからよろしくな。翼、あいつが大阪の決勝戦であの中西から決勝ゴールを奪った相談誠だぞ。よし行くぞ。 V3 に向けて。バカ野郎、お前らに V3 はねえ。南葛も大空翼も俺が止めてやるぜ。けっ、お前なんかに翼が負けるかっての。豪快にシュート。すぐに分からせてやる。ゴール隅に決まった。この距離からシュートが炸裂。来るなら来い、俺は全力で戦う。パスを出した。井出君、パスを出します。ジェスリー君、激しいタックル。いけ、体とぶつかっていった。三橋君、一発のシュートを放った。それ森崎君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。三橋君、ここから打ってきた。これはタッチを割ります。東第一、この位置からのスローイン。これはロングスローだ。相田君、シュートを放った。森崎君、これはキャッチできない。ダイレクトで合わせる。さあ、ボールを打たれた。小田君、ここは抜かせません。激しいタックル。スリー君、スリー君、パスを回す。オルデラ君、センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。いけ、三橋君、このパスをカットします。東第一、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。お箱のヒールリックだ。この試合お前に活躍はさせん。消えた。カミソリタックルだ。今のタックルで。ここはパスを出した。倉持君、パスを回す。佐々木君、ドリブルでボールを運ぶ。南葛、この合戦指示はこうそうするか。高杉君、ここはパスを出した。そら、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。これはエクリソリシュートだ。高杉君、これをブロックに行く。あっと、このボールをブロック。高杉君、激しいタックル。小田君、パスを回す。小田君、タックルを決めた。伊沢君、ここで奪った。伊出君、いい形でボールを奪った。小田君、ここは抜かせません。南葛、この作戦指示が功を奏するか。林君、ボールを奪った。杉君、タックルを決めた。ここはパスを出した。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。チャンスが決まった。小田君、タックルを決めた。ソリ君、このスライディングが決まった。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。井出君、
シュートまで持ち込めるか。天神のシュート。森崎くん、このシュートを正面から受け止める。おっと、これはコースが悪かった。南葛、ゴール前からどう展開していくか。野田くん、ここは抜かせません。小野寺くん、ここからチャンスを作れるか。野田くん、ここで止めた。小野寺くん、センターラインを越えて攻め込む。野田くん、ここは抜かせません。急いでキーパー反応できない。同点。しゃっしゃ。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。東大地、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。鋭いスライディング。相田くん、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。もらったぜ。横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。キスギくん、渾身のシュート。このように舞う。これは反応しているぞ。キーパー止められない。これがテントリアの仕事だぜ。長いパスが通った。横をすり抜けた。ソーダくん、次々にかわしていく。センターラインを越えて、これが俺のカミソリシュートだぜ。森崎くん、横に飛んだ。これは会心のセービング。岩見くん、ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。いけ、横をすり抜けた。そんな敵陣を切り裂く。ゴール前に持ち込んだ。一発のシュートでゴールを狙う。これは反応しているぞ。あっと、これを弾いた。こぼれ球をものにした。もらったぜ。そうだくん、素早く横に倒す。伊沢くん、ここはパスを出した。キスギくん、一発のシュートでゴールを狙う。辻くん、ゴール前でこのシュートを迎える、ま、これくらい決めて当然さ。ここは抜かせません。ここでスルーパス。ここでパスカット。横をすり抜けた。井出くん、ここはパスを出した。小田くん、激しいタックル。それ、おっと、ここは交代だ。体ごとぶつかっていった。もらった。横をすり抜けた。チャージが決まった。それ、それ相手のエースはたとえファウルでも止める。チャージが決まった。長野くん、ダイレクトでパス。スリー君、横にかわして突破。必殺のシュートを打った。スリー君、横に飛んだ。これはキャッチできない。こぼれ球をものにした。チャンスが決まった。長野くん、クロスを上げた。おっと、これは交代だ。チャージが決まった。滝くん、クロスを上げた。ここでパスカット。長野くん、ここは抜かせません。キスミくん、狙いすましたパスを送る。センターラインを上げた。ソーダくん、ワンタッチで送る。ここ ここで前半終了。全国大会 V3 を目指す南葛、まずはいいスタートと言えるでしょう。あのソーダってやつ、なかなかやるな。
翼のスピードに完璧についていくなんてすげえよな。でも勝ってるのは俺たちなんだ。そうそう、守りのチーム相手にこの展開は悪くないんじゃないの。ああ、俺たちのペースだな。みんな、後半東一中は攻めに出てくるだろう。特に立ち上がりは集中するんだ。あとこっちが攻めている時のカウンターにも注意を怠るなよ。はい。翼、マークがきついと思うが頼むぞ。はい。みんなの士気が上がっている今、怪我のことを知られてはまずい。学ぶ、ちょっと。え？あら、大川くん。マネージャー、ちょっと早く来て。え？小学生時代の古傷をまたやっちまった。足の怪我がひどくならないようにテーピングを頼むよ。とにかく早く。はい。学ぶ、みんなにはこのことを。うん、分かってるよ。はい、終わったわ。ありがとう。大丈夫？ああ、大丈夫。必ず勝つよ。うん。さすが王者南葛だ。俺たちの守りが破られるとはな。けどこの程度の苦戦でへこむほど俺たちは弱くない。それにいい知らせがある。奴は、大空翼は足を怪我してる。間違いない。なに翼が怪我となれば、あと南葛で怖いのは木杉、滝、伊沢だ。ゴール前では必ずマークにつけ。あよっしゃ、この調子で後半も行くぞ。南葛を倒すのは俺たちだ。後半スタート。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。体ごとぶつかっていった。南葛君、素早く横にかわす。翼、その足でマークを外せるか。こいつ、俺の足のことを。ここは一か八か、試してみる。トピのヒールリフトで抜いた。お箱のヒールリフトだ。さあ、これを見よう。翼君、ヒールリフトシュートを放った。ごめんロベルト、俺にはまだこのシュートマスターできないよ。それにこのドライブシュートは思ったより軸足に負担がかかる。この試合もう今のシュートは打てない。くっそ、驚かせやがって。俺もドライブシュートは考えたが、上から下への回転はかけるのが難しすぎるんだ。だから俺は諦めて鋭い横回転のカミソリシュートに切り替えたんだ。翼、いくらお前でも俺たちの年代じゃまだドライブシュートは無理なんだよ。しかし翼の怪我は間違いないし、今のシュートでまた少し痛めたはずだ。こうなってはもう俺のマークからは逃れられんぞ。東大地、ゴールキックで仕切り直します。木杉君、ダイレクトでパス。かわして振り切った。体ごとぶつかっていった。佐々木君、パスを回す。よし、激しいタックル。スルーパスを狙う。小田君、ここは抜かせません。そら、セッタ君、このヒールリフトだ。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。体ごとぶつかっていった。
杉君、力をためて強烈なシュート、これを正面から抑えに行く。杉君、ここは抜かせません。豪快にシュート。杉君、渾身のシュート。ボールはまだ生きている。かわして振り切った。長野君、激しいタックル。さあゴール前です。山田君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。ドリブル突破。抜かして振り切った。東大地、鋭い刃の奥、相手チームに襲いかかるのか。山田君、切り足鋭いシュートだぜ。森崎君、このシュートに反応している。守備陣の隙間を狙う小野寺君、渾身のシュート。横飛びで鋭く反応、これはキャッチできない。ボールダッシュ成功。小野寺君、ゴールを狙う。止めた。それ奪い返した。いけ。小田君、パスを回す。パスを出します。そら杉君、横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。杉君、シュートだ。それ辻君、ボールはまだ生きている。ボールを持った。山田君、ボールを蹴り出します。あっと奪い返した。いかません、ここは抜かせません。杉君、ここからチャンスを作れるか。シュートを放った。これがネットに突き刺さる。あざやか。決めてやったぜ。くそ、まんまとしてやられたぜ。でもみんな安心しろ、俺のカミソリシュートで点を取ってやる。そして俺のカミソリシュートは二枚刃よ。激しいタックル。翼くん、左へパス。かわした。鋭いスライディング。小野寺くん、ここからチャンスを作れるか。シュートを放った。行くぜ森崎。さっきと逆だ。逆に飛べ。何？この位置で攻守交代だ。小野寺君、シュートまで持ち込めるか。力をためて強烈なシュート。森崎君、ボールはまだ生きている。このシュートは枠を。森崎君、ここはパスを出す。翼、翼くん、ここからチャンスを作れるか。ここからシュートに持っていく。必殺のシュートを放った。前衛に飛びつく。まさに必殺の一撃。あれを決めなくちゃ男じゃない。それ東大地、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。タチ君、ボールダッシュ成功。それよ。キスギ君、ここはパスを出した。もらった。かわした。敵陣へ攻め込みます。マザル君、次次にかわしていく。そうだ、そうボールダッシュ成功。佐々木君、ここはパスを出した。小野寺、パスを回す。井田君、パスを出します。木杉君、ボールを狙うも届かない。園田君、ここから打ってきた。
不正だ。ソラ、ここはパスを出した。第一、ここは戻りながらのディフェンス。そう、滝くん、ここからチャンスを作れるか。必殺のシュートでゴールを狙う。よく飛びで鋭く反応、反応するも決まった。見たか、このシュートを決めてきた。行け杉くん、ここは抜かせません。それ、これで長野くん、横にかわしてくる。次々にかわしていく。長野くん、スルーパスを狙う。さあ、ゴール前です。それ、はっ、東大地、早くこの窮地を出したいところ。このクロスは通るか。ここでチャンスを潰します。木杉くん、ここでボールを受けます。このクロスは通るか。クロスに合わせに行く。なんとかボールにクラッシュ。あー、決まった。決めてやったぜ。そこで、ハッグ。激しいタックル。このパスは通らない。翼くん、ここで奪った。それ、ここでスルーパス。タックルに決めた。ドリブルでボールを運ぶ。後半もすでに30分が経過。翼、ここからゴールは生まれるのか。これがネットに突き刺さる。狙いすましたシュート。勝つと言ったら勝つ。それ、でかい。勝ちが決まった。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。カズくん、ゴール前に上げた。倉持くん、ボールを奪った。井田くん、パスを出します。東大地、鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。ここはパスを出した小野寺くん。ここで試合終了の笛。前回覇者、南葛中学、まずは1勝、2回戦進出を決定しました。よし、勝ったぞ。やったぜ。俺の逆カミソリシュート、どうして分かったんだ。予選でも一度も見せたことがなかったのに。そうだよ、翼の指示がなかったら俺だって多分取れなかったよ。うん、ただの感覚かもしれないけど、軸足の角度と振り足の速度でなんとなくね。それでとっさの指示をしてしまったんだ。なるほど、足の角度ね。俺も回転をかけるのには苦労してるからね。翼、あのシュート、ドライブシュートだな。うん、まだ完成してないんだけどね。あれは難しいな。俺も試してみたができなかった。ドライブシュート絶対に完成しろよ。お前ならきっとできるよ。うん。そういえば足は大丈夫か。うん、大丈夫。ちょっと癖になってるところで、大したことはないよ。そうか、俺たちを破ったんだ。必ず優勝しろよな。うん、それじゃあな、また会おうぜ翼。負けちまったぜ。みんなメソメソすんな。胸張って帰ろうぜ。そうだ、誠、本当はいいやつかもしれないな。
もうすぐ試合だ。十分に体をほぐしておけ。はい。キャプテン。ヒューガさん。監督、今沖縄から帰りました。ヒューガ、東邦学園のキャプテンでありながらこの大事な時に勝手な行動を取ったこと、わしは絶対に許さん。何？この大会お前は使わん。監督。大会2日目。今日は残りの1回戦か。俺たちはここから激戦が続くんだ。しっかり調整しないとな。メール？なんだよ、誰からなんだ？元気でやってるか、翼。俺はプロの選手になるために練習する毎日だ。日本ではもう全国大会が始まってる頃か。お前のことだ。もちろん勝ち残ってるよな。でも試合に勝ったってお前の話は聞き飽きた。負けた時だけメールをくれ。その相手がどんなやつか知りたいからな。ところでドイツで久しぶりなやつに会ったんだ。誰だと思う？それは三崎太郎さ。画家の父親と一緒に今はパリにいるそうで、ドイツにいる俺を訪ねてきてくれたんだ。なんかフランスのサッカー雑誌に俺のことが載っていたらしくてな。ちょっと恥ずかしいぜ。それで久しぶりに美咲とサッカーをしたんだが、相変わらずいいボールさばきをしてたぜ。美咲もきっと将来はプロになるって確信したよ。翼、頑張って全国大会 V3 を成し遂げろ。そしてまた一緒にサッカーをしよう。その日を楽しみにしている。じゃあ今日はこの辺で。若林玄三。美咲くん、フランスにいたのか。なるほどな。道理で日本の大会に出てこないわけだ。よかった、美咲くんが元気でサッカーを続けていてくれて。へえ、若林さんも頑張ってるんだな。よし、俺たちも頑張って美咲や若林さんにいい報告してやろうぜ。あ、そうだな。よし、じゃあみんな今日も張り切って練習だ。おう！ロベルト本郷、ブラジルナショナルチームでセンターフォワードを務める日系三世のプロサッカー選手。なんてこった。走るパスの下を通したキックといい、このドリブルといい、この少年、あの年齢でもボールと友達になっている。間違いない、この少年、この少年だ。ボールはまだ生きてるぞ。イエッホー、このセンタリングで勝負をつけろ。ロベルトは翼の父広大に誘われてやってきたこの南葛市で翼と出会い、そのサッカーの才能を見出す。ビバ翼！翼の家に居候しながら弱小と言われていた南葛小サッカー部の監督となったロベルトだったが、診断の結果はやはり網膜剥離。発見が遅すぎたこともあり、これ以上サッカーを続けた場合
プレイ中に強いショックを受けるようなことがあれば、俺の目は永久に見えなくなってしまうそうです。網膜剥離によりプロサッカー選手としての道を事実上断たれたロベルトは、自暴自棄になり海に飛び込んだところを翼の父に助けられた過去があった。失意の中で訪れた日本。翼、サッカー好きか？何言ってんだよ、当たり前だよ。そこで出会った翼はロベルトにとって新たな生きがいとなったのであった。今の俺の目には一筋の光が見えます。それが大空翼。俺は彼にかけてみたい。彼を一流のサッカー選手として世界に羽ばたかせる。ピッチを去っても俺はまだサッカーと共に生きています。浦部ハンチ。転向してきた翼をチームメイトに、そしてロベルト本郷を監督に迎えた新生南葛小サッカー部の最初の練習試合の対戦相手は、浦部が所属する西ヶ丘小サッカー部だった。なんだそのタックルは。そんなこっちゃ、西ヶ丘小キャプテン、この浦部ハンチ様のドリブルは止められねえぞ。若林の所属する修鉄小サッカー部に30対0で負けるなどしていた南葛小サッカー部を見下していた浦部たちだったが、行くぞ。翼に超ロングシュートを決められたことをきっかけに南葛にペースを持っていかれ敗北。バカな。翼の強さと南葛小の成長を目の当たりにした浦部は、南葛小対修鉄小の対抗戦を観戦しに現れる。石崎くんが怪我？うん、誰か助けと。だったら俺が出てやるぜ、この浦部ハンチ様がよ。いや、俺が出る。こいつよりは戦力になるぜ。負傷した石崎に代わり出場すると言って、浦部は後に大友中で大友カルテットを結成する山吹賞の岸田と競り合う。しかし南葛賞に転向してきたばかりの三崎太郎が出場することに。その後浦部は全国少年サッカー大会に出場する南葛 SC にも選ばれ、翼たちのチームメイトとして数々の激闘を繰り広げる。大会を通して幾度となく窮地に立たされる南葛 SC。 しかし苦境に追い込まれるたびに不屈の闘志で乗り越えていく。俺たちはまだ負けたわけじゃない。そして浦部もまた苦闘を戦い抜き、ついに全国大会優勝の瞬間を共にするのだった。